はい、どうも皆さんこんにちは、コメトです。結論から言わせてもらいます。夏休み週4投稿します。はい、僕たちの言うその夏休みっていうのは8月いっぱい、まあ7月末から9月頭がだいたい世間で言う、学生のみんなの夏休みになるのかなっていうふうに思ってるんですけど、8月いっぱい、8月の2日から、週4本で、今まで皆勤日の3日間の18時半に長尺動画の公開があってたと思うんですけど、それが1日増えますと、何曜日が増えますか？日曜日ですね。はい、日曜日ちょ、俺が引っかかった土曜日よね。土曜日だ。なんで動画が上がる日としては火金土日、火金土日、もう3日間連続で上がるけんね。今まで週3だったのが1本、週に1本増えて火金土日の18時半から公開っていう風に なります。1本増えるぐらいかって思うかもしれんけど、まあ作る側からしたら結構ね、覚悟のいる決断でした。なぜ週3から週4にするのか、それは動画の毎回の最後、エンディングの部分でも言ってると思うんですけど、年内10万人っていうのを目標にずっと走らせてます。そこはずっと変えずにはやってきてます。で、現状を見た時に今4万人ぐらいですかね。4月の末前ぐらいで4万人で、で徐々に増えていってはいるし、ありがたいことに見てくれてる人も増えていってはいるんだけど、今のままの勢いじゃ到底年内の10万は叶わないだろうなっていうところ、動画を見る機会、 YouTube を見る人が増える期間っていつだろうって考えた時に、やっぱり世間の夏休みのタイミングだと思ったし、その夏休みのタイミングでたくさんの視聴者さんに見てもらえるようになって、勢いがついてから10万人に向かって進んで、やっと進んでいけるのかなっていうふうにも思ってて、8月いっぱい週4投稿で頑張って9月の半ばまでに僕の中では6万人を達成したい。だから単純に1ヶ月とかちょっとぐらいで2万人は増やしたい。まあ結構難しいだろうと思われる人も多いかもしれないんだけど、絶対に俺の中ではもう10万人ね、年末ギリギリぐらいになるかな、くらいまでに10万人を達成して喜んでるっていうところを、俺は毎日寝る前と朝起きてからこう瞑想するタイミングでこう考えながらやってるんやけど、もう宗教やな。いや違うよ、あの願っとけば叶うけん、うん、本当に。あの宗教やな。あのこらえときたい、思っとること脳内で強く願っとる方向に人間って結局そっちに進んでいくようになっとるんやけん、年内10万人っていうのを掲げとるけんこそ、俺はその週4っていう行動を取ったっていう、わかる？そうね、目標が高く設定されとけばそれに絶対近づくように人間動くけん、これは絶対法則と思う。そうね。とりあえずは夏終わって9月半ばくらいに6万人達成して笑ってられるように、うん、そうですね。はい、そのものですかね。なので、この動画見ててまだチャンネル登録してない人はもうなんかこいつかわいそうやなぐらいで登録してくれても嬉しいので、ぜひチャンネル登録の方をポチッと、そして今この動画を高評価押してくれると嬉しいです。はい、はい、嬉しいです。次が夏1本目になるね。明日からやね、うん、夏休みスタートです。みんな今日も動画見てくれてありがとう。おすすめの動画もよかったら見ていって。年内目標10万人に向かって、みんなの一人一人の協力が必要です。一緒に達成しようぜ。